どうしてここに？相変わらず元気いっぱいだな、お前は。あれ？あなたたちは？あんたの母ちゃんに雇われた小肌のボディーガードだ。母ちゃんからあんたにお小遣いだってよ。母からの荷物なら受け取れません。俺は家出中なんで。ディラン？お客さんなの？クレア、出てきたら危ないだろう。転んで怪我でもしたら。とにかくこれは受け取れません。小肌と一緒にお引き取りください。頑固なとこは母ちゃん譲りってか。たくしゃねえな。これはあんたに預ける。え、こんなに？どうしてもって言うんなら返してもいい。でも赤ん坊が生まれるまで待て。親になれば気持ちが変わる。多分な。親になれば。わかりました。ディラン、ここにいたのか。トビ、遅くなってすみません。アバランチの皆さんですよね。ロドナーさんから話は聞きました。アバランチ？まさかあの魔航路爆破を成功させた？そう、まさに僕たちの希望の星。いやー、お目にかかれて光栄です。実は皆さんに折り入ってお願いしたいことがありまして。ディランの件は一応解決したんですかね？おう、バッチリだ。ということでしたら早速僕の話も聞いていただけると助かります。どうぞ中へ。